もうなんかつまずいててもしょうがないなっていう、何回もつまずこうがまた立ち上がればいいだろうなっていうふうに今思ってますね。だから休むわけにいかないです。もう試合をして印象はすごく自分の中でこう引っ張ってもらってたんだなっていうのを、感じて、やっぱこの業界のトップの選手との差っていうのを、感じさせてもらいました。東京ドームっていう、こう大舞台での戦い方だったり、そのお客さんの空気を持っていく部分、実際入場している時、もう僕は岡田和彦しか見てなかったですけど、岡田選手は他の東京ドーム全体を見てたと思いますし、いろんなところで本当に学ばせていただきました。いやもう正直でも IWGP チャンピオンというのもありましたけど、そこに関しては本当に自分と岡田和彦の戦いだと思ってたので、そこはもう雑音は全く気にせずやってましたね。いやもう実際本当にあの時はもう返す言葉もなくて、それぐらいもう自分も気持ち的にも体力的にももう落ちていたので、ただもうそれからですね、もうそれからいろんなこう時間とともにこう周りの方からいろいろ言葉をかけてもらったりだとか、後輩と会ったり先輩と話したり、そういうなんか普段の生活の中で、いやもうなんかもう止まってられないなと、本当にここで俺が止まっててどうするんだっていう風に変わってきましたね。もうなんかつまずいててもしょうがないなっていう、何回もつまずこうがまた立ち上がればいいだろうなっていう風に今思ってますね。もう本当になんか物おじしないっていうのが最初に感じたことで、もうでも誰もがやっぱりこうジェイクス選手の実績っていう部分は知ってると思うし、本当にトップを取って歴史あるベルトも取ってノアに来てるので、それだとしてもこのノアっていういろんなもう選手がいる中でここまで の行動とかしてるっていうのはリスペクトする気持ちもあります。そこをやっぱ超えるからこそ自分は這い上がれると思ってるので、見てましたね、はい、自分もいろんな試合を見るので、やっぱり全日本プロレスの体のでかい、もう本当にスケールのこう大きな戦いっていうのは、自分はこの中入ってみたいなっていうのは思ってました。なんで体の大きさっていう部分ではやっぱりハンデはどうしてもあると思うんですけど、ただでもそこも自分は体の大きさはないですけど、その分こう自分の中でやってきたつもりなので、そこに対しては全く問題ないと思います。体の大きさを補うための施策があると思います。流してください。いやもう本当に今はもうとにかくこう休んでる暇がないというか、本当試合もしたいし、早く後楽園で戦いたいなっていう、それぐらい今はもう戦いに飢えてます。俺は本当にここからもう這い上がるしかないです。もう一つずつ本当にしがみついてるのもうチャンピオンらしくなくてもいいと思ってるので、ここから本当に上がっていくしかない、だから休むわけにいかないです。今日はどうですか？いやもう変わったというか、本当にね、もうめげてらんないんですからね、本当にめげてらんないから、でも、そういうこう言葉をね、僕も聞いてたし、いろいろ考えさせてもらったっていうのはそこは
ジェイク選手にも感謝している部分もありますね。ジェイク、心配かけて悪かったな。横浜で最高の試合しよう。俺はこの一戦に再起をかけてる。ここで絶対に這い上がる。